それでは自由落下について見てみたいと思います。今ここに黄色い丸い物体があります。この物体が落ちていきます、これから。その時の、まず Y 座標の値のグラフ。それから、物体が落ちていく時の速度、Y 方向、垂直延直方向の速度のグラフがこちらに出ます。それらをよく見ていてください。それでは動かします。いかがでしょう。まず、Y 座標の位置ですけれども、最初は緩やかに下がり始め、だんだんスピードが増しているのがわかると思います。で、その、Y 座標、Y 方向の速度ですけれども、一直線のグラフになっています。つまり、同じぐらいずつ、速度が、急になっていっているということです。これを等加速度運動と言います。